はい、レオンです。今回久しぶりに FIREHD10 の方でちょっと紹介していきたいと思います。今回あのメルカリで購入したばっかりのプレステ4デュアルショック4社外デュアルショックじゃないんだけどね、プレステ4社外のコントローラー紹介していきたいと思います。今回はマユとピオコロさんからですねメルカリの方でちょっと紹介するんで、こちらですね、コントローラー自宅保管品ワイヤレスプレステ4新品未使用ですね。これ2000円で送料込みで、これね楽々メルカリ便っていう宅急便60サイズ700円で発送してもらったんですけど、あの D ポイント連携やって500ポイントもらえるんですけど、それ使って1500円でコンビニ払いなんで、コンビニ手数料100円で1600円で購入できましたね。こちらですけどね、あの英語表記になってるんだけど、全て箱もこの説明書も、あ、一応ここは日本語になってる、後で見せるんだけど実際のもの、画像を追加してもらったんですよ。これここまでどこまでだったかな、 ここはあこっからだったかな、これだけ追加してもらったんだったかな、これですけどね、ちゃんと日本語表記にもなってるから。これ USB ですね。これ最初あれに足ると思ったんですよ、ロジクールっていうコントローラーメーカーのやつかなと思って、なんかこういうのがあったんですよ前。ラクラクメルカリ便2000円で、いつもこれ眉ユースね。早速ちょっと商品紹介開封やるんでね、こちらですけど、これ昨日届いて、昨日ちょっと取りたかったんだけど昨日忙しかったからこれも開けなかったんで取れなかったんだけど、これ一度あの動作確認やってるんで、ちゃんとこれ梱包してくれてるのが助かりますね。二重でやってもらってるんで、これプチプチもこれ助かるんですよ、よく使うから。逆になってます、あ、ここか、こちらですね。一応実際にプレス4にもペアリングしてるんですよ、 Bluetooth の。こちらですね、今ズームアウトになってますよね。こちらですね、ワイヤレスジョイスティック4プレステ4 P4 って書いてますけど、これちょっと見せられないな。早速これ4プレステ4ワイヤレス4時間持つっていうことかな、バッテリーが。最近あのメルカリね8ヶ月ぐらいもやったかな、初めて利用して初回でポイントがメルカリのポイントが1000ポイントもらえたから、その1000ポイント使って AKB48 のお気に入りの高橋ジュリ卒業したんだけど、高橋ジュリの生写真5枚のやつ月別のやつ買ったんですけど、その時お金一切出さずに買ってるんで、まず説明書からちょっとお見せしようか。こういう感じで内容物がちょプチプチに入ってたんで、こういう感じですね、裏はこういう感じで。英語表記も海外の中国語とかそういうの英語表記だな、こういう感じで。いろんな言語に対応してるんですけどね、いろんな国の。こういう感じで日本語多分一番面白いじゃないかな、これですね、日本語、まあ、簡単なやつ一緒なんでね。あとこれがね USB ですね、綺麗にこうやって止められてるのか。
今回ちょっとあの実際にあの動作確認まで取るんでね、ちょっと手間かかりますけど、こういう感じで短いかもしれないな。これプレステ4のあのケーブル持ってるんで、一応そのまま本体に接続してるからね。これはよく使うから、あの PC の裏配線のまとめる線まとめるのによく使うから、長さはだいたい一緒ですかね。これが本体側に接続するやつ。これねタイプ B にですね、タイプ B ですね、マイクロ USB タイプ B になってますね。一応最後サムネ撮るんでちょっとまとめとこうかな。座って今はあんまり長々と撮ってもあれなんで、動画の時間は短い方がいいですね。俺一度これ撮ってから、あのアプリのあのドライブっていうアプリがあるんだけど、あれに一応ダウンロードするんですよ。でそれからあのPC に移動してやってるんですけど、で動画からのサムネのスクショで撮ってるんですけどね、こちらですね。これ一応押すともうペアリングしてるからね、こうやって、これプレステ4と一緒ですね、デュアルショック4とほとんど。これライトバーがちょっと短いんだけど結構いいっすよ。ゲームパッドワイヤレスって書いてますね。 DC5V 500mADC3.742V 20-30mAメイドインチャイナってなってますけど、結構いいっすよ。こういった十字キーがちょっとあの使ってみた感想が、あの十字キーがちょっとやりにくいですけどね、ちゃんとオプションボタンとシェアボタンもついて、こうタッチパッドもついてるから、ここだけあのホームマーク、家のマークになってますね。プレステって書いてませんけどね。こっちも三角とか丸とか四角とか×じゃないんで、こういった感じで、ほんとこれで終わった方がいいんだけど、どうしよう、いいか。これ一応サムネイルで一応合わせようかな、後でスクショするんで。これ一応スクショで撮るんで、動画後で見て、こういう感じで、これ一応スクショ用で、ちょっとこう撮って、あの動作確認やるか一旦切るんでね。はい、一旦切りたいと思います。はい、続きですね。これさっきの使うんで、これのプレステ4のあの USB より短いですね。でこれ一応このぐらい長さでも別にいけるんで、これ一応実際につないでやるんで、こうやってこれ今からやるんでね。はい、ファン回そうか。今起動してますね。あ、ちょっとミュートになってんだよ。マユとピョコも
短いっすね、だいぶ。これちょっとダメだな。これいつものお気に入りの女優、長澤まさみですね。これちょっと短すぎるな。うん。これで一応。だいぶ短いっすね、これ。こうやって。上、下、左、右、まあ当然できるんだけど、プレステボタンもできるし、これはシェアボタンで、オプション、これ一旦解除してからじゃないとできないんで、こうやってね、こういう感じですね。で、本体の Bluetooth、 周辺機器、 Bluetooth 機器になるんですよ。これですね。これ一旦こういう感じで以上ですね。今回あのプレステ4、最近メルカリで購入したプレステ4用社外の Bluetooth コントローラーの開封の商品紹介に、あの実際にプレステ4に接続して起動確認ちょっとやってみました。こうやって並べようか。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。これバイブレーションもちゃんとできるんで、長澤まさみ、長澤まさみですね。はい、失礼します。